セーフェンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す小都市で、エルスドルフ、ギフム、ヘースリンゲンと共に形成するザムトゲマインデ・セーフェンの本部所在地である。この町は、ブレーマーハーフェン、ブレーメン、ハンブルクの大都市トライアングルの中央に位置する。セーフェン市内を、メーデアウェ川が流れている。この川は、市の約 2km 北でオステカーに注ぐ。 中核式のほか、周辺のアスペ、バーデンシュテット、バーデミューレン、ブラウェル、ブルッテンドルフ、オルデンドルフ、ビシュテットがこの都市に属している。ービー、BT 教会と修道院の建物チェイフェンは、近隣のヘイスリンゲン修道院の最も古い、記録簿に、キバナンアヒースリンムンとして記録されているのが書室である。この修道院は1141年には、チェイフェンに移転してきた。 その後、この聖ン修道院は集落にとって重要な役割を演じた。聖ンは二つの出来事で歴史上知られている。一つは1694年5月のブレーメン氏とオンスウェーデンとの代表者会談で、ブレーメン氏及びブレーメン氏教区の置かれた状況について話し合われた。もう一つは7年戦争中の1757年9月にハノーファー軍と フランス軍の司令官が合意した、停戦のためのチェーフェン協定である。ただしこの協定は、イギリス国王が受諾を拒否したため成立はしなかった。市内に現存する最古の世俗建築である、クリスティーネンハウスウィーン会議後、チェーフェンは、ハノーファー王国に属した。ハノーファー王の命令により、王国の測量を行っていたカールフリードリヒガウスは、 1824年から1825年にかけてチェーフェンを訪れた。彼は聖、BT 教会の教会等から測量を行った。1866年からチェーフェンはプロイセン王国のハノーファン州の所属となった。この町は地方役場の所在地の地位を保持した。1885年からはチェーフェンにプロイセン王の地方評議会が置かれた。 当時の人口は100年ほどの間常2200人前後の一定の値を保持していた。これらの流行やアメリカへの移民などで人口は増加しなかったのである。20世紀初めになると人口は増加した。1906年にチェ,ーフェンからローテンブルクへの鉄道が開通しオイルランプの街灯が灯った。1929年にチェ,ーフェンの姿勢への移行が認可された。 チェーフェン軍は1932年に早くも廃止され、ブレーマーフェルデと共に、新しいブレーマーフェルデ軍に統合された。第二次世界大戦前のチェーフェンの人口は3233人であった。戦後になると人口は難民の流入などにより、ほぼ倍増した。この町には、イギリス軍が駐留することとなり、その居住地も必要であったため深刻な住宅不足の、 状態に陥った。このため地域は、この戦後の時期に拡大していった。戦後、チェ,ーフェンは重要な地方工業都市にもなった。市の南部のチェ,ーフェンアスペ工業地区には、全国的に知られる工業系企業が多く、拠点を構えた。さらに、市の北側にも工業地区が整備された。1965年に、ザムトゲマインでチェ,ーフェンが成立した。 1977年にブレーマーフェルデ軍が廃止され、この町はローテンブルク軍に属すこととなった。2001年から2002年に中核支部が新たに作られた。それまで交通量の多い通り抜け道路であったランゲ通りは歩行者専用道となり、交通機関はバイパス道路を通る溶解像がなされたのである。1963年から隣接するゼドルフに、 オランダ軍兵舎が設けられていた。そのオランダ人家族はほぼ全員が政変に住んでいた。このため、この町にはオランダ人向けの学校や事務所があった。2006年にオランダのナトウ軍はゼードルフから撤退し、家族の大部分はオランダに帰っていった。この兵舎はそれ以後ドイツ連邦軍が使用している。ビトゥスの泉2007年から毎年10月に、 ェーフェン対賞が開催されている。この競技大会は、ハーフマラソン、1 0トル走、2008年から、新設された5トル走が行われる。次世代競技者育成のための子供レースもある。スタートとゴールは、ェーフェンの歩行者専用区域に設けられる。また、ェーフェン乗馬クラブやラブェーフェンがスポーツの機会を提供している。連邦道 B71 号線が、 この都市を南北に貫いている。チェーフェンは、エルベベーザー鉄道、交通会社によって運営されている、貨物路線ローテンブルク・ツェーフェンブレーマーフェルで、線及びツェーフェン・ヘースリンゲン実店前、トーシュテッド線に面している。かつて校舎に繋がっていたツェーフェンから、ビルシュテットまでの区間については廃止されている。この町には、ローテンブルク・ツェーフェンブレーマーフェルで貨物線の、ツェーフェン貨物駅のほか、 チェーフェンヘイスリンエンジッテンゼシテッド線のチェーフェン南駅とチェーフェン北駅がある。チェーフェン南駅とチェーフェン駅すぐとなり合っており、軌道がつながっている。また、チェーフェンはハンブルクブレーメン自転車道にも面している。チェーフェンには、病院グループソナクリニカン AG のオステメとマルティンロター病院がある。これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。